はいどうも、 DFM 所属のチョコラブです。ということで今回はプロゲーマーサインでディズニーに行ってきました。メンバーなんですけど、自分と同じ DFM 所属のハルキオさんと吉本ゲーミング所属のシュシピーです。今回ちょっと実写動画を撮るのが初めてで、ちょっともしかしたら見づらいかもしれないんですけど、むっちゃ楽しかったのでぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは本編どうぞ。はい、ということで新幹線で東京に向かってます。これ後撮り音声なんですけど、ちょっと新幹線で一人で喋るのは恥ずかしかったので後撮りにしました。なので外で一人で喋りながら撮ってる人はマジですごいなって思いましたね。確かこの日が6時とかに出て 3,4 時間くらいしか寝れなかったので、むっちゃ眠かったですね。多分後ろの映像でもむっちゃ眠そうにしてますね。自分はディズニーとかユニバに行くことが多くて、基本遠出なのでいつも朝が早くて眠いんですよね。なんで皆さん東海ら辺でなんかおすすめの遊べる場所があればぜひコメント欄で教えてください。はい、ということで、舞浜駅に着きました。ハルキオさんと合流しました。はい、どうも。入る？いや、入ってもいいけど顔隠してください。モザイクで、ハルキオさんの顔は全部モザイクでお願いします。モザイクで、はい。ハルキオさんと合流したということで、あとは、芸人を待つのみです。はい、どうも、どうも。はい、ということで、はい、出身さんと合流しました。はい、吉本の芸人さんと合流しました。芸人じゃない。どうも。今日は、この3人で、はい、DFM の2人と、あと吉本芸人所属のお笑い芸人さんと一緒にね。芸人じゃないです。あ、違いました。じゃあ、はい、このプロゲーマー3人で、ディズニーを満喫していきたいと思います。じゃあぜひ最後までご視聴ください。お願いします。じゃあ行きます。はい、東京ディズニーラン、下からやめてくれます。下からあ、ほらいい感じ。いいな、こっち向いて。はい、ピースピース。上に広げて。上、うん、違う、普通に広げんの両手を。そう、あ、いいね。めっちゃいい。あ、いいじゃん。OKOK。いいよ。とりあえずカチューシャね。はい、とりあえずね、カチューシャを買いに行きましょう。シュフィーさんからの、ね、提案でね。どうする？ちょっと待って、音バカうるさい。音めっちゃうるさい。声張っていかないと。はい。声を張って。はい、すみません。はい、空から声出して。はい、ということで、カチューシャ買ってきました。はい。イェーイ。で、俺が、シュシュピが選んで、シュシピがハルキオさんの選んで、ハルキオさんが僕ら選んできました。かわいい。どうしようか。俺だけ即決なんだったんだよね。マジでハルキオさんやだ、マジで。俺ら二人で、もうこれが絶対一番いいっつって。そう。ハルキオさんマジで一番可愛いから、もう最初のお店で即決。ファンが一番喜んでる。やだ。どうでしょうか、皆さん。似合ってない。ガチ似合ってない。俺顔ないからね、これ。かわいい。皆さん、これで満足してください。なんでだ。待ち受けにしていい、これ。待ち受けに。次は、はい、ということで、じゃあ次は、ハルキオさんがね、1年ぐらいずっとね、食べたいって言ってた、そんな言ってないけど、はい、ワッフルをね、食べに行きたいと思います。これのためにディズニー来た。あー、マジでそう。でもはい、ということで、ハルキオさんが食べたがってた、ワッフルをゲットしました。マジで可愛い。いや、普通違うだろ。え、違う、この中に入れるんだって。あ、そういうこと。うん、そう、斜めに行くんやなくて。いや、もうそれは普通のワッフルの食べ方よ。いや、これ普通のワッフルじゃないの。いや、普通。丁寧すぎ。サイトクリアリングしてる。おい、笑う。おい、サイトクリアリングでちょっと。クリームみたいな。おい、やめ。ここがすっごい大事。これマジで A 面に取るぐらい大事。マジ。わかんないって視聴者。なんでバロラントなんだ。マジで、あのどのくらい大事これ、フォトナで言うとこ。フォトナで言うとこの、バインドの浴場取るぐらい大事。バインド違うだろ。バインドの浴場に木炊いてウルトープ取るぐらい大事。あ、いいじゃん。あ、いいやん。これよ、やっぱディズニーは。おい、マイブリンクショルって完璧。いや、別にこれでもいいだろ、別に俺のでもいいよ。よだれ垂れてる。なんか耳から垂れてるね。汗かきミッキー。
今日にぴったり。はい、ということで、ワッフルを食べ終わったので、今から、この後ろにあるね、カリブのね、海賊に乗っていきたいと思います。僕乗ったことないんで、楽しみです。じゃあ、いい？はい。はい。ワッフル美味しかったです。バイバイ。またね。カリブの海賊乗ってきたんで、なんかすごいさ、普通にさ、普通のやつかと思ったらさ、意外とさ、最初むちゃちゃとゴーンって落ちたくない？むちゃむちゃ。あの落ちるの俺忘れたわ。いや、久しぶりにいたらめっちゃ落ちるよな。びっくりした。普通に騙された。ね、普通のやつかと思って、重きし急いでガッシー前のやつ掴んだわ。次は、ビッグサンダーマウンテンに乗っていきたいと思います。はい、ビッグサンダーマウンテンの一番目に来ました。めっちゃ混んでるよね。そうな？サムネ。あれ？あれ見たことある。当てた？当たった。強い。10発。うわすごい。10発すごい。行く。はい、ということで次はね、シュシュピのね、挑戦です。ネズミ狙いたい。ネズミ狙いたい。出てくるよ。一瞬止まるんだよな。うわ、外した。外した。4発。ちょっとネズミ取ってくれ。ネズミ取ってくれ、チョコさん。任せてくれ俺に。もうマジコントローラーイジイジしてるからさ。えマジじゃないよ。来るよ。あれ打ってすらいない。打ってすらいない。打ってすらいないけど。ギター狙うわ。一旦ギターね。え？チョコラブさん？チョコラブさん今ゼロです。これで見て固め。左目閉じて。待って、分かった。俺、今までずっと右目閉じてた。右目閉じてた。ほら。アホや、お前。おい、お前一発ね、今のとこ。これネズミいけるんちゃう？お、お、え、いた。2点。大会です。射的で終わって、今いろいろ乗って、お腹空いたんで。なんだっけ、照り焼き？照り焼きチキンレッグ？照り焼きチキンレッグ？照り焼きチキンレッグ食べに来ました。ブリブリです、ブリブリ。めっちゃブリブリ。まあ芸人さんやからね。どんな会話が来るのかな。めっちゃうまい。めっちゃうまい、普通に。うん。どう？普通にうまい。終わり。これ痛い痛いです。いやまずこの油ね、この油すごいで、ブリ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 。再現するなら俺のお尻。いいかぶりつき、美味しそう。俺のお尻そのまんま。はい、ということでどこ行ったっけ。あれからスプラッシュマウンテンコンセプトマンション、はい、くらいか。で、アイス食べて、あ、そうそう、アイス食べてたね。コーラこぼして、そうね、コーラブシャーってやってね、ズボンが汚れました。で、クリーミーパンを買いに来ました。かわいい。3種類の色味ある。3種類。あ、そうなの。ちょっと何かわかんない、何かわかんないけど、3種類種類がある。じゃあ、1個いきます。ライナイコン？ライナイコン。噛み締めてますか？うわ、あぶれ？いや、一個酸っぱいやつあるとかじゃないじゃん。俺が一番。何？なんで？俺が一番好きじゃない。いちごだった。これ食べまーす。俺もいちごなんだけど。外れだ。普通にうまいけど。なんでいちご外れみたいになってんの。じゃあ俺下行くわ。あえて。冷た。めちゃ冷たいわ。さあ、いいよ。あれ飯はあれ。カワチーがいい、カワチーがいい。
4時やばい、ムーさんの視線が、あ、マジマジマジやばいやばい、ムーさん、ムーさん、俺の声、ムーさんバレた、ちょ、ちょ、推しが、タイトさんの推しが16時です。もうこんな時間かよって、あああ、いい感じ、いい感じ。意気込みは、意気込みは意気込み、頑張ります。スターウォーズね、撮ってきて普通に面白かったね。あれおもろいよね、だけどね、並ばないし、あれ360度回転してない。水もかぶったし、水はかぶったね。ビクサンダーマウンテンはね、あれはやばかった。ビクサンダーマウンテン、分かんない、スプラッシュマウンテンだったわ。今浮山マン来ました。はい、浮山マン食べに来ました。これめっちゃ食べたかった俺、チョコラボが食べたいって思って、はい、うわ、プリ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 、めっちゃいい、めっちゃ美味しそう。じゃあ食べます。一年どうぞ、もうちょっと話した方がいいか。おい、一口が大きいね、ほまるね、うん、やっぱ落ちそう落ちそう落ちそう、危ない危ない、うん、え、その中にも入っとる？入ってる。うえー、めっちゃいい匂い。おお、めっちゃ、うん、めっちゃ芸人さん、芸人さんの出る、お最悪、芸人さんの魂のめっちゃチキン、めちゃくちゃチキン、はい終わり。さあどんぐらい行くんだ。うお、半分いった。違う、おいしい、普通になんかね、味付けが甘いけどしょっぱい感じ、なんて言えばいいの、甘じょっぱい感じね、甘じょっぱい感じ、そう、めっちゃおいしい、コーラと合う味、初恋の味ね、うん、いい初恋の味だ、甘じょっぱい味するわ。さあ、いった、オールキョーさん結構いったぞ、半分か、なんか微妙みたいな顔すんのやめて、うーんってモザイクだけど、ちょっとまあ微妙な顔してる、吟味してる、吟味してる、あれ入ってるみたいな、なにこれ、みんなに顔わかんないから、みんなに顔してる、肉まんですね。ボルト来ました。はい、2ゲーム来ました。いつの間にかカチューシャを交換してます。かわいい、俺これマジ気に入ってる、ワルキューさん、ワルキューさんからチョコラブ、俺のこれ死ぬほど耳痛い、耳どげ刺さっとる、耳どげ刺さっとる、耳だけ入れとこうかな、今からやります。でもめっちゃ考察してる、みんなの見て、あー、惜しい、うまい、あー、惜しい、いけるぞ、うまい、あー、惜しい。まあまあ、まずね、まだ1球はしょうがない。で、その瞬間にクッてやらんと分かんないもんね、多分。あー、ちょっと、え、これ下手くそかも。じゃあ落ち着け、一回落ち着こう、手触れとる、ちょっと一回落ち着いて、うん、いいよ、あー、もうそこなんだよね。ダメだ、あそこで右にクッてやらないと、そうあの、やっぱ最初みんな同じなんだ、そう、ゆっくりってよりか、クッククみたいな、なんていうの、その、やっぱそこだな、もうちょっと早かったら多分いけとったね、もうちょっと早い、結構早め、気持ち早めに左、うん、ああ、もう、射的の人、射的銃頼むよ、射的銃だからね、うわー、射的銃です、これ、再開です。見え、おー、犯罪みたいな。はい、次は、まあ、残念賞だけど、まあまあまあ、うん、でも可愛い、可愛いから、まあ OK です、遊ばないし、はい、じゃあ次行きまーす、はい、バイバーイ、はい、はい、いいですね、やっぱ男3人ってのもむさ苦しいかと思ったけど楽しいね、楽やね、今 NOW でね、エレクトリカルパレードやってる、
すごい。見てくれたよ今。マジ？マジ？あの右の子が打ってくれた。投げキッズして。可愛いチップとデール。俺がこっちだよ。顔も出てくる。めっちゃ俺らの見た。あもうカメラ目線してくれたので。はい、ということで、こんな感じで、ディズニーね、3人で満喫していきました。楽しかった、めっちゃ楽しかった。楽しかった達成達成、何も達成してないから。何も達成してない、1枚も何もやってないから。終わり終わりました。ちょっとだけカッパカッパカッパ。ほら早く。めっちゃ綺麗、シンデレラ城。めっちゃいいやん。シンデレラ城だっけ。え、シンデレラ城、シンデレラ城。はい、閉めて。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。お願いします。またこういう Vlog あげます。はい、また機会があればあげます。ということで見ていただきありがとうございました。じゃあバイバーイ。バイバーイ。達成カッパ。何も達成しない。カッポしない。カッポしない。おー、綺麗だな。うわー、綺麗だな。